どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、また豪気の可能性を、模索していきたいなと思うんですが、豪気強いですね。非常に今撮影日6月の1日現在月曜日、だいたいね、12くらいから KCGT の、レベル始まってるんですけども、23くらいまで来ていて、結構強い。これ頑張ればいける。多分レベルマックス頑張ればいける。多分ね、そこそこ強いです、豪気。何が強いかっていうと、その豪気モンスターって、フィールドから墓地に送られると、デッキから豪気なんか違うやつ持ってこれるよっていう、この継戦能力が非常に高いんですよ。これで、やっぱアドバンテージをなかなか失わないっていう、ことと、あと、サイレントソードマンとか、あとこれ、今回ね、サイコビルダーっていうモンスターも入ってるんだけど、こいつでシンクロできるんですよね。こいつレベル3なんで、ツイストコブラが。レベルコピーとかにするともっと柔軟にシンクロできたりするんだけども、ちょっと一応ね、コズミックサイクロンガン積みして墓所をした方が、やっぱり環境的になんか刺さるんで、墓所の方が。だからこのスキルでカバーしてあげてるんですけど、展開力を増やすんだったらレベルコピーにしてサイコビルダーっていうのが一番楽しいと思う、多分。使うんだったらね。でね、なんだかんだね、このね、シンクロできるっていう、一回、最速合気は動画にしたんですけど、そのシンクロできるサイコビルダーも入れてみたんですよ。これね、両方入れるとね、すごい楽しいんですよ。これ何が楽しいかっていうと、まずね、魔法カード。これはサイレントソードマンで無効にできるじゃないですか。この、レベル7が出ればもう完全魔法カードなんで全部無効になるし、めっちゃ強いんですけども、ちょっと小遣いがね、自分が、使えなくなっちゃうっていうのはちょっと若干ね、アンチシナジーではあるんだけども。で、これが、で、無効にするのが魔法で、で、このシンクロモンスターである、このナチュルパルキオンっていうのがいるんですけど、こいつがトラップカードを無効にできるんですよ。自分の墓地のカードを2枚除外すると、トラップカードが発動した時に、それを無効にして破壊するよっていうことを持ってるんですよね。で、これ特に一旦自動制限ないので、墓地でカードがあれば、何回でも使えるよっていう効果なんですけども、これがね、こいつとこいつが揃うと魔法とトラップ無効にできるんですよ。めっちゃ強くて、これが。で、あとはギミック的にはなんか前とあんま変わんないんだけど、結局沈黙の剣がめっちゃ強いから、その再装を立てて沈黙の剣がめっちゃ強いんでね、これをぶち込んでるっていうのと、あとこういったカードとかを、あとそのサーチしてきた豪気とかをうまいこと、活用したいっていうのもあって、因果切断。あとね、これはね、あれもそう、シラヌイのね、ホムラガミとか結構辛いんだよね。ホムラガミとかが出てくると、もうほんとビヒマス自爆特攻みたいなことしないと突破できんってなっちゃうんで、ちょっと若干シラヌイに寄せてるかなって感じですね。シラヌイとネオスが多かったから。この辺の、コズミックサイクロンとかの、コズミックサイクロンはちなみにブラックマジシャンがうざすぎて、ブラックマジシャンマジうざすぎて、ガン積みしてんだけど、これブラックマジシャンが減ってきたりとか、したら少し減らしてね、もうちょっとクリボールとかさ、サイバーレが増えるんだったら、クリボールとかの方がいいし、そういった防御札は、環境によって変えてもらう方がいいと思うんだけども、この辺のカードはね。だけど、このね、メインギミックはね、こんな感じでね、多分いいと思う。結構強いです。でね、難点を1個上げるとね、豪気が来ないってパターンが結構あって、結構でもないか。一応その、1,2,3,4,5,6,7枚入ってるんですよ、豪気。だから、一応高校まで見ると、豪気モンスター引く確率 90% くらいなんですけども、豪気ね、全然来ないとね、マジで負けんの。すぐ何もできずに。だから、もしかしたら、その、コズミックサイクルをちょっと、減らして、その、ラジックスコピーを1枚増やしたりとか、そういうね、使い方というか、組み方をしてもいいのかもしれない。ちょっとこの辺のバランスは難しいんだけども、この辺はね、皆さん、回しながらちょっとやってみていただければなと思います。俺もなんか、戦いながらすげえいろいろ、いじってやってるんで、ちょっと若干レシピ変わってるかもしれないですけどね。はい。早速、この、豪気のアドバンテージを稼ぐ力をね、また見せていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ヘルカイザー・リョウ君、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。サイバー流ですかね。サイバー流結構多いですね。サイバー流も思ったよりはいないですかね。なんか一応なんだろうな、知らないとかもなんかあんまりないんだよな。ブラックマジシャンがやっぱ一番多いかな今のところね。これ今 KCGT なんですけどねっていう説明をさっきから何回もしてるんだが、コズミックサイクロン発動。
さあてめえのサイバネティックは、ああコスミキタケノンやべえな。ツイストゴムラ召喚はサイバネティックくせえな。サイコビールだ。ここはここはなんもない。あ、なんもない。あ、なんもないんだ、なんもないんだ。へえ、超強いモンスターぞ、超強いモンスターぞ。はい、ナチュレパルキオン。はい、ツイストゴムラ効果はぞ。これだいぶ強いんじゃない。もうサイバネティックオーバーフローっていうね、最強カード効かないですからね。パルキオンさんガチで着地するとガチ強いんで、で、隕石セット補償る必要性あんまねえな、あんまねえわ。バトルジジイロンパーンチ、うりゃー、うりゃー、よーし、ダンス終了だぜ。よーし、サイバネティックオーバーフロー無効にしてやるぜ。最強だぜ、ナチュルパルキオンが強い。パルキオン最強だ、バカ強い。このモンスターバカ強い。そしてなんか出てきたキラデックオーバードラゴンは、オーバーじゃねえや、ランページは隕石してやるぜ。陰湿な鉄弾。あ、パルキオンめっちゃ強いんだけど、さっきから。さあ、お相手の方、武藤由紀くん、よろしくお願いします。夜3倍。このなんか武藤由紀くんの BGM、まあ、ちょっとあの僕今後でつけるんで流してないんですけど、この今この俺が実況してるこの現段階ではね、めっちゃこれね、これブラックマジシャンめっちゃ多いんですよ。でこの何が言いたいかっていうと、この武藤由紀さんの BGM めちゃくちゃかっこいい。小波さん BGM ねマジでいい。毎回毎回ね、神ゲーすぎるですよ。このゲーム神ゲーすぎて、ゲーム性マジでキモって思ってるけど、BGM は最高。ほんまに BGM は最高だわ。最高の BGM。 こんだけね良質な音ゲーはね、なかなかね他にはないよ。こんだけ良質な音ゲーは他にはね。さあ、ブラックマジシャン2体出てくるのか。2体出てきてロットされるとワンチャン負けんのか、ワンチャン負けんのか。隕石打てるようにした方がいいな。コズミックサイクルぶち込むか。で、魔導陣で陣除外して、で今はナビゲーターできるんだけど、でここで母食封印しといて、だいぶ強引だけどね、強引母食封印で、これでナビゲートでも別にいいや。はい、多分これで生き残るはず、多分生き残る。ナビゲートされる、あでもこれナビゲートされない、あーナビゲート OK、 ナビゲートされない、陣発動からナビゲート待たれるっていうパターンが一番やばかったね。でもそれはそれであれか、隕石が通るから大丈夫だ。今ので合ってる、多分。結構強引な防御封印でしたけど、多分ね今のはね、これやんないとワンチャン負けるから OK で、ターン終了します。やっぱね、展開力はねスープレックス頼りなんですよ、ゴーキって。まあ、やっぱスープコブラが一番強いんですけど、スープレックス頼りなんで、やっぱその火球モンスターがその、スコーピオとかだけしか、あぶねえ、よかったね。でもこれ本当にこれマジでさ、今あれじゃない、墓所してなかったら負けっすよね多分これ。はいはい、魔導陣 OK、 墓所ってなかったら多分負けっすわ。ただこれさすが耐える、魔導陣 OK、 これは多分耐える、これは墓所したから耐えるってやつだ。隕石が通るんで、墓所ってるから、今このターンはナビゲートでカードを除外できないんですよね、墓地から。だから、因果切断は必ず通るんですよ。でカードをセットするんですよ。そうなんですよ。で殴ってくるんですよ。 OK、 それはそれは考えますね。殴られるのは残しといた方が良さそうだな。ブラックマジシャン、ブラックマジシャンかな、これ。ブラックマジシャンかな、これ。こうしたらナビゲート、ブラックマジシャンイリュージョンの効果死ぬんで、こうするとイリュージョンの効果が死ぬから、こうしといて、これでナビゲートで無効にはできない。
次のターンから魔法カードは無効になるが、もう一応使いたいカードは全部使った。ドローカード、なるほど、なんか光ってるな。沈黙効果、なんか光ってんな。ここで光るってなんだ。メギルとかが入ってると結構辛いんだよね。あ、一応まあサイレントソードマン出すんで、まあ、無効にはできるんですけど、サイレントソードマン出してスープレックス持ってきて展開だ。はい、でツイストコブラ効果発動。さあ日大タックルの効果によって、日大タックルの効果によってスープレックス持ってくる。で日大タックル召喚して、日大タックル召喚、日大タックル効果、日大タックル効果で日大タックル特殊召喚していく。これなんだろうな、これ何だったらやばいか、何でもやばくないんだよな。速攻魔法だったらまあ一番ありがたいんだけど、はい、最初で自爆特攻かましていく、かましていく、かましていったことによってこれが破壊されると8じゃん、7が出るから、あ、魔導陣の効果が無効になっていく。さあこれを通すかいなが、さあそのなんかチェーンは何これ、怖いんだけど、これ何だったらやばいんだ、何だったらやばい。クロマの評価、これは無効にしていいだろ、これは無効にしていい、ね、これは無効にしてよくて、パリ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 ってなってカーンって自爆特攻が通っていく、自爆特攻通った、沈黙バチコリ構えていく、でバチコリ倒していく、でこれで魔導陣の効果が無効になっているので、ナビゲートをいくらしようと私はそんなに怖くはない、足りない、オッケー、これでターンを終了していく。いいぞこれは、これは素晴らしい、好きなタイミングで手札を補充できる、俺は因果切断を打つことができる、これは強い、来たわ。これ喋りながらやるのめっちゃむずいけどね、はっきり言って。さあお相手の方、パイナポー龍崎さん、よろしくお願いします。ユール3倍巨大決戦とか、あー弱い、地獄のように弱い、地獄のような弱さ。セットセットセット三四郎。さあパイナポー龍崎さん、これなんか謎のこの巨大決戦とかいうさ、なんかマジで怖いっす、ハリケーン、なんかすげえ嫌なのがすんだよな。巨大決戦とか使ってるやつも6のやついないからね、6のやつがいない、ここやばい。リリース、マックステレポーター、なるほど、マックステレポーター効果で2000ライフ払うとデッキからレベル3以下のサイキックを特殊ができる、 OK。 なんか昔これよく使ったな、これな、サイエレキックファイター、なるほど、エレキ、ジノヒド上のエレキとしたモンスターはこのターン直接攻撃で、やばっ、えっ、えっ。